学校疲れた、家帰ったら何しよう。マキちゃんお帰り。ただいま。今日は数学の単元が難しくてさ。数学、二次方程式とか、それとも三平方の定理。二次方程式苦手。そういえばみんなは。ずんだもんはどこかに行っちゃって、いたこ姉さまは買い物、サラさんはスタジオで、うなちゃんは友達の家でゲーム、ゆきさんは工事現場のバイト、メタンちゃんとロサちゃんはゲームセンター、ハウちゃんはもうすぐ帰ってくるかな、ひまりちゃんはこんなところに、つむみちゃんは埼玉、どこ探、もちこちゃんは模型専門店に行ってるよ。あと8月分の生活費がかなり赤字だったから、電気の無駄遣いには気をつけてね。うん、気をつけるよ。しかしあの人は最近出張やグッズ購入で、うん、すみません、サラさんの自宅ですか、お届け物なんですが。え、今行きます。代金支払いで9710×450K940×656億2626万5000円ですね。え、9710×450K940×656億2626万5000円、無理です、そんなにお金はありません。冗談ですよ、2000円です。品物はどうやら精密機器のようです。はあ、何だったのあの配達員さん。何これ、精密機器。これは、何これ、うわ、軽い。ああ、マキちゃん、それに触ったら、うわ、やっべやつなのだ。マキマキマキちゃん